帰ってきた。あっと直接決まりました。小野が直接狙ってきました。小野今シーズン2点目のゴールが決まりました。いやー狙ってきましたね。そうですね、ボールに巻いてくるボールを意識して蹴ったと思うんですが、インスイングの強いボールを蹴ったんですけど、これが直接入りました。ちょっとキーパーニエカーも意表を突かれましたかね。そうですね、今前のカンソニル選手か誰かクリアしてくれるだろうという気持ちがあったでしょうね。はい、小野もこの表